です。おー、富士山見えます。初めて見る。うん、マイリーは鹿児島育ちで桜島しか今まで見たことがなかったので富士山の大きさに驚いてます。でかい。で今からあれを登ろうとしている、ね、登れるかね。今日はね、曇りなんですけど、どんどんちょっと晴れ間も、天気がね、今から回復していくからね。マジで天気味方につけたと思うよ。また。バスのチケットを購入しました。往復券でですね、こちらが行きでこちらが帰りのチケットです。8時10分からね、バスが来るので、そこの目の前のバス停で行きたいと思います。お、こちらが富士宮五合目行きのバスですよ。ねえ、チェック済みの腕章をもらいました。少し耳が黄色くなってきました。富士宮五合目登山口です。雲が下にあって綺麗でございますね。富士山間近で見るとこんな感じなんだ。違う。あ、です。あれ？あ、ちょっと声出せ。これでしょ。あ、すいません、これですね。はーい。そうしますか、中身だけ持ってかれる方が楽ですね。あ、そうですね。ね、はい。はい。フットカバーはレンタルしました。砂利道で。大砂走りっていうんですかね、あそこで使うことになりそうです。実はですね、富士山の保全協力金をコンビニエンスストアからお支払いしまして、こちらのチケットをですね、登山口に引き換えて、そうすると缶バッジ、記念缶バッジがいただけるということ、今から引き換えてきますね。多分そこだ、ね、うん、こんにちは。はい、保全金ご協力お願いします。引き換えを、あ、はいはい、はい、コンビニからですね、はい、ありがとうございます。バッチリ落として、はい、はい、あ、ありがとうございます。あ、これ結構大きいです。順応のポイントは深い呼吸をすることなんですよ。まあ、アイリーは呼吸に関してはですね、鬼滅の刃とかハンターハンターとか呪術の奇妙な冒険とかナルトとかいろいろ読んでますので大丈夫かなと思います。
ヨボ旅は富士山に登るにあたり、マウンテンガイドサービス自由車さんのツアーに参加しました。山小屋一泊の8名少人数ツアーで、安全に楽しくゆっくりと富士登山を楽しめるのが魅力です。登山前にしっかりストレッチをして高山病予防のレクチャーを受けましたよ。さあ、どんな登山になるのか楽しみです。ご視聴ありがとうございます。グッドボタン、グッド、チャンネル登録、ポチ、よろしくお願いします。こいちさん、素敵な写真ありがとう。